こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回皆さんに紹介したいのはここに並べてますけども、こういうふうに4つのアイテムをピックアップして今回も皆さんに1つの例としてコーディネートを紹介していきたいというふうに思っています。私のこの YouTube 動画で今年2024年に入ってこういったねコーディネート特集ということで組んできたわけですけども、今回で6回目になるわけですけど、また改めてねアイテムを変えながら一つの例としてコーディネートを紹介していきたいというふうに思っています。今回のねこのコーディネートのテーマっていうのが、いわゆるそのフレンチワークスタイル。フレンチワークスタイルっていうのは、フランスの農家で働く男たちっていうのをイメージしながら合わせてみようというふうに思っています。それでは、ピックアップしたアイテムもね、簡単ですけども紹介したいというふうに思っています。フレンチワークスタイルということで捉えたのがこのタイプ。安心と信頼のメイドインジャパン、日本製にこだわるメーカー、マニュアルアルファベットからブラウンのチェック柄のシャツ、これをピックアップしてみたわけです。やはりフレンチワークということで、ちょっと落ち着いた大人の雰囲気を表したいので、あえてこういうふうにね、落ち着きのある、ブラウンのチェック柄のウールシャツをピックアップしてみました。このシャツっていうのは、ウールが 90%、そしてナイロンが 10% の比率で作られた、いわゆるウールシャツになるんですね。ウールシャツっていうのは、表面がこういうふうに起毛したような、非常に保温性のある、温かみのあるウールシャツ、これをピックアップしてみたわけです。やはりフレンチワークっていうことで、こういうふうな大人っぽい雰囲気の表情をしたこのブラウンチェック、これをピックアップしてみたわけですね。そしてパンツですが、パンツは東洋エンタープライズのブランドであるヘッドライトからこのデニムのペインターパンツ、これをピックアップしてみたわけです。皆さんこのねデニムのパンツとなると、あれアメリカンカジュアルじゃないのっていうふうに思われるかもしれません。実際にこのジーンズといえばアメリカンカジュアルの象徴なんですけども、こういったねデニムのパンツをフレンチワークに持ってきました。というのはこのデニムのパンツっていうのはもともとそのアメリカが発祥ではないんですね。このデニムの生地っていうのはフランスが発祥と言われています。フランスにある地域にね、ニームという名前の、町があります。そのニームという町でこのデニムの生地が作られたのが一番最初なんですけども、そのニームからドゥニームっていうふうに言われていった。そのドゥニームからデニムっていうふうに言い方が変わっていったわけですけども、そういうふうにこのデニムの生地、デニムの生地を作った発祥はフランスのニームという町から作られたということで、こういう風になっているんですね。ですからこのデニムの生地をね、デニムの生地をフランスからね、イタリアを通してアメリカに輸入されるわけですけども、アメリカで輸入されて初めてジーンズができるわけですが、その以前にこういう風なデニムのパンツというのはフランスの作業着として使用されていたんではないかということで、このデニムの生地を、デニムのパンツをね、そのフランス、フレンチワークというふうなことで捉えたわけですよね。そしてこのペインターパンツと言いました。ペインターパンツっていうのは、いわゆる大工さんのパンツということなんですね。ペインターパンツの特徴っていうのは、このヒップポケット、大きなヒップポケット。グローブを仕立てても物が取り出しやすいようにということで、大きなポケットがついている。そして右側の時は、ハンマーループ、ハンマーを引っ掛けるハンマーループが作られている。そして逆の方、こちらにはスケールポケット、スケールの定規ですね、定規を入れるポケットがこういうふうに作られているということで、いわゆる大工さんが履いていたパンツということで、デニムのペインターパンツ、これを足元は、メイドインクルメムースターのこのスロックというハイカットスニーカー、これをピックアップしてみたわけです。このハイカットスニーカーもこういうのね、落ち着きのあるようなベージュ、やはりそのフレンチワークということで、その白とか黒とかではなくて、あえてこの、落ち着きのあるベージュのハイカットスニーカー、これをピックアップしてみたわけですね。ここに例えばコンバースとか持ってくると、やはりどうしてもアメリカンカジュアルの匂いが強くなりますので、あえて足元はこういう風な落ち着きのあるスロックで、これをピックアップしてみたわけです。そして今回のフレンチワークのやはりメインとなるのがこのタイプです。 FOB ファクトリーのライディングジャケット、これをピックアップしてみたわけですね。こういった形のタイプになっています。今回のこのねフレンチワークスタイルの一番のメインとなるがこのタイプなんですね。この FOB ファクトリーのこのライディングジャケットを使用してワークスタイルを作ろうと思って、これに合わせるには、じゃあ中は何がいいのか、これを合わせるには下は何がいいのかということで、一応これをメインとして作られたフレンチワークスタイルになります。こういったねジャケットになるわけですけども、こういったねモールスキンといって、こういう起毛された生地になっています。モグラの毛皮と言われるように、こういう起毛されたタイプですね。非常に保温性のある暖かいジャケットになっていて、襟のところはこういうふうにコーデュロイ素材になっています。暖かみのあるコーディネート素材で作られている。こうやって見てみると、あのイギリスの名門ブランドであるバブアーの、ビデールに
似たような形のになっているんですよね。こういった形、やはりこれもアメリカンカジュアルというよりは、まあ、ヨーロッパスタイルね、ヨーロッパスタイルのジャケットとしてはこれが最適化ということで、いわゆるフレンチワークスタイルのジャケットとしてこれをピックアップしていたわけです。それでは実際に私がこれを試着をしてみてどんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思います。そしてまたそれぞれ4つそれぞれの詳しいことはこの動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、一つ一つご興味のあられる方はぜひそこをね、商品ページのリンクをチェックしてみてください。それでは今から私がこれを試着をしてみてどんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思います。今回は、フレンチワークスタイルということで一つのコーディネート、これを紹介していきました。